それでは、今日はこの兄弟の論文について、長岡技術科学大学自然言語教室と研究室の福島が、紹介します。でまずアブストラクトなんですが、この研究では、前置詞の語義曖昧性解消を行っています。で、その手法として、前置詞の周辺の単語をのベクトルを利用した、特徴ベクトルを利用することで、語義曖昧性解消をしています。で、2つのデータセットを使って、実験したところ、SOTA に匹敵するか、もしくは、それより優れた結果を出したということが、分かりましたということが述べられています。でイントロダクションです。まず英語における前置詞なんですけれども、前置詞は多義性を持つ、語形変換ない語っていうのと、品質する語の一つということで、そういう特徴があるんですけれども、この前置詞の語義曖昧性というのが、従来 の、 その、計算言語学的なアプローチでは、曖昧性を解釈することはできないということで、その理由としてはその前置詞自身がすごいいろんな意味を持っているというのと、イディオムでの出現ということで、意味を持つわけではなくて、イディオムとしての仕様で出てきているというので、難しいというのが言われています。で、前置詞の語義曖昧性なんですけども、ここがその、例になってるんですけども、この括弧の閉じられてるのはその TPP っていう、The Preposition Project っていう、もので、定義されているものらしいんですけども、例えば最初の Sibling with Confusion ということで、これは、彼女は困惑して瞬きしたっていうような、状態を表すような意味での with ですね。で、下の2番目の真ん中の文なんですけども、He combines professionalism with humor っていうのは、これはコンバインの方に、with がかかっている状態で、そのイディオムでの出現というような感じになっています。最後のやつは、He を指導する、スモールレッドティーカップ with water ということで、水で、カップを洗ったというような、手段というか、そういったような with の意味合いになっています。ということで、いろんな with の意味合いがあるんですけども、これを解消するということでを、目的としています。ちなみにあの with なんですけども、これ以外にも意味がありまして、約18個が、その TPP の、語義のリストとして、表示されて提示されているっていうそうです。で、この語義曖昧性を解消するのということで、関連研究でもいろんな研究が出されているんですけども、今回の、この筆者らの、その手法としましては、左右の文脈の情報に加えて、それらの相互作用も特徴として加味するということで、3つの特徴量を、今回その語義曖昧性解消に、用いています。で、まず1つ目です。まず1つ目はレフトコンテントフィーチャーということで VL っていう VL なんですけども、これは前置詞の左に出現する KL 個の、単語ベクトル の、平均を取ったものになっています。で、2つ目はその、同じなんですけどもライトコンテントフィーチャーということで VR ということで、前置詞の右に出現する KR 個の単語ベクトルの平均となっています。それで KL とか KR なんですけども、これはあの、パラメーターで、大体今回だと1から4の間で、設定しているようです。で、もう一つの特徴量として、コンテクストインタープレイフィーチャーっていうので、V インターっていうのもなんですけども、これが、今回の、主な特徴ということで、左右の文脈語の相互作用をモデル化したものとなっています。で、以下の式で表せるということで、V インターっていうのがそのなんていうかその左の、単語のとの、差分と、右の文脈語の差分を取ったものを、最小化するものということで、右のものと左の文脈を見て、それで、同じような特徴を、取り出すような風になっています。そして VL ここにある VL や VR っていうのは、そのさっきほどの、コンテ、この VL と VR のことで、A と B はそれぞれ定数なんですけども、これは式で、論文中に書いてあるんですけども、式で求めることができるっていうふうになってます。で、実験なんですけれども、まずデータセットとして、そのデータがあるのがセムイバルと OEC というもので、
まあ、内訳はこんな風になってるんですけども、セムイバの方については、まあ、トレーニングデータが、まあ、このくらいで、テストデータはこのくらいで、OEC についてはトレーニングデータはなしで、テストデータとして3587分、分、これはセンテンスなんてなっています。で、その左のプレポジションの話なんですけども、これはまあ多分 種類の話で、もっと OEC の方だと、もっと分量も多くて、その出現する、まあ、プレポジションも多いって話なんです。多いっていう話なんですけども、こちらのセムイバルの方で学習するために、まあそのプレポジションの数を限って種類を限って、まあ、34に落として、まあ、その結果、まあ、3587分のテストデータになっています。で、その今回そのベクトル単語ベクトルなんですけども、まあ、ワーブレンディングの学習にはそのイングリッシュウィキペディアを使用しています。で、次に使用した手法ですが、今回は教師あり学習と教師なし学習で、まあ、やってまして、まあ、教師あり学習では SVM と、MNP って多層パーセプトロンと、まあ、あとは、ウェイテッドケアニアリストニーバーってことで、まあ、経験棒法を使ってて、まあ、教師なしでは経験ということで、まあ、経験返金法を使っています。で、まず教師なしでの、まあ、その結果となっていますけれども、左のそのステートオブジャートっていうのは、まあ、その従来の、まあ、教師なし学習で、まあ、語彙曖昧性を解消した時の、まあ、結果となっていて、こっちが今回の経験図になってて、まあ、今回の結果になっています。でアベレージはその文脈を全て、まあ、平均取ったような感じで、あとは L、R、I っていうのはそれぞれ先ほどの、ライトコンテキスト、レフトコンテキストと、まあ、V インナーとかそういう風なのを頭文字を取ってこうなっています。でこれの結果を見ると、まあ、アベレージだと、まあまあ、そのステートオブジャートが高いに対して、まあ、だんだん特徴量を足していくと、まあ、L でまあ 56.5 で、まあ、L 使うと、まあ、もう 505.6、0.561 と、まあ、ステートオブジャートを超えるような感じになってるんですけども、まあ、全部先ほどの3つの特徴量を全部使って学習すると、まあ、0.584 でいって、まあ、ステータジャートを上回るような結果になっています。で、次に、教師あり学習の結果ということで、まずその学習方法の違いによる、まあ、使用する手法の違いで、まあ、どのくらいの結果が違うのかっていうので、まあ、比較を行っているんですけれども、セムイバルと、まあ、OEC で行ってまして、セムイバルの方では、まあ、でも、まあ、OEC の方でも、ウェイテッド KNN の方が、まあ、一番、しかも全部3つの特徴量を全部使ってやった判別した方が、まあ、一番いい結果が出るっていうことで、まあ、なっています。で、次に、他の比較と結果との比較ということで、まあ、他の論文で教師あり学習で、まあ、やって判別を行っている、語彙曖昧性解消を行っている、まあ、ものを比較したものとなっているんですけども、まずセミバルの方では、まあ、0.804 ということで、まあ、ちょっとこちらに劣るような 0.86 には劣るっていうふうになっているんですけども、 OEC だと、まあ、逆になって、まあ、今回のシステムの方が、まあ、ちょっと高いポイントを得ているっていうふうになっています。また、かなり、この3つ目の論文に対してなんですけども、まあ、いろんなものを使っているっていうものもなんですけれども、まあ、それと比較してこっちはイングリッシュコーパスのみでできているということで、まあ、かなり、少ないものというか、まあ、少ない資源で、まあ、これくらいの成績を出しているということを、まあ、筆者らは述べています。で結論です。今回は、文脈の前後の特徴を利用した前置の語彙曖昧性解消について研究を行いました。そして、まあ、提案手法では、まあ、標準的な PSD のタスクにおいて、まあ、うまく機能をしたっていうような結果になりました。以上で発表を終わります。